はい、トミさんこんにちは、こんばんは、グレス。ということで今回はですね、デイリーアップグレードガチャですね。こちら、すべて溜まりましたので、4枠で回していこうと思います。で、まあ、限定キャラ確定、星5キャラが 25% 排出ってことで、一応限定はある程度のキャラが全部確認できない。なんか一応なんか月下ロジとかも出てるらしいでね。まあ、結構そうですね、まあ、オリトラのキャラはね、そんな欲しいっていうかまあ、ね、持ってないキャラの方が多いから、まあ、オリトラはね、未所持ならある程度嬉しいですね。で、あとは、ミッドナイトパーティーの認めつくにとかが欲しいかな。っていう感じですかね。ということで、いきます。まずはメインアカウント、いきます。もうね、さらっとってきない、普通に。来い。お、ああ、そうだ、これ普通だ。これね、ガブリエルの演出だったら、期待したかったけど。さあ、25%。オート、アユタヤ全然25%じゃない。ワタツミ。なんか微妙な、普通に。オッケー、じゃあ次のアカウントいきましょう。はい。では続きまして、サブ1でございます。頼みますよ。持ってない限定。来い。お願いします。まあまあまあ、これはね、確定ですから。問題はどのキャラが出るか。お願いします。止まって、まずは。レンブルト、おっ、来た、また。ダイクル？おお。テンペストか。テンペスト、トータル2体かな。おーおーおーおお。今のとこスターライトミラージュだけど。おお。ラファエルはありがたい。メインでしかいなかったんで、これ嬉しいですね。ありがとうございます。いや、途中まで完全にスターライトミラージュだな、本当に。すげえな。ありがとうございます。これは結構当たりですね、個人的には。はい。では、続きまして、サブに行きましょう。はい。では、続きまして、サブに引いていこうと思います。いや、さっきがね、なかなかいい引きだったから、このアカウントも続いてほしい。はい。お願いします。お、これは期待したかいぞ。さっきめっちゃ出たからね。いや、でもあれなんだよね。普通に多分今 50% くらい出てたよね。スズラン、ベートメン。おお、チンギスハン？おお、ダルタニャン。チンギスハンだよね。かぶったね、全部。ダルタニャンもかぶったのきついな。まあまあまあ、でも、嬉しい。ありがとうございます。ということで、ラストのアカウント、行きましょう。はい。では、ラストのアカウント、サブさん引いていきましょう。このアカウントはね、未所持キャラをガンガン埋めてほしいんでね。とにかく、止まること優先。お願いします。ガンガン止まってくれ。さあ、ジュリエット、ブリュンヒルで、お、止まった。誰来る？あー、那須さんの良い位置だね。確かまだ重心かかり来てなかったよね。お、限定様の熱いよ。おー、ナイチンゲール。今ね、直近で重心かかりした。ありがとうございます。前夜かでね、僕2体しかなかったんで、これは嬉しいな。だからこれはね、コネクトの人使って遊ぶってこともできる、これで。ありがとうございます。ということで、まあ、4枠引き終わりましたね。いや、割と良かったな、赤字結果として普通に。まあ、メインだけかな、なんかちょっと、ってなったのは。まあ、一応サブ2の、まあ、ダルタニャン・チンギスハンっていうのも、まあ、若干引っかかった部分ではあるけど、まあ、でも限定にも抜いてるし、一応っていう部分も考えたらば、まあ、悪くないのかな、と思いましたね。はーい、ということで、今回は、デイリーアップグレードガチャですね。引いていきましたが、自分はまあこういう結果でしたが、皆様の結果どうでしたでしょうか？よければコメントでですね、結果教えてください。ということで、今回の動画は以上で終わりたいと思います。よろしければ、高評価、チャンネル登録、ぜひぜひお願いします。
また XQ ツイッターの方もやっておりますので、そちら概要欄にリンクございます。そちらからフォローお願いします。というわけでまた次回のところでお会いしましょう。さよなら、バイバイ。お送りでした。ありがとうございました。バイバーイ。